今日はみんなに美味しい江戸前寿司を握ってやるっちょ。提案でい。まずはこの型で江戸前寿司に欠かせない美味しいシャリを作るっちょ。型の中にお米を詰めて、こちら側の型にもお米を詰めていくっちょ。2つの型をぴったり合わせて、型をそーっと開ければ、とっても美味しいシャリの完成だっちょ。シャリが出来上がったっちょ。あとはネタを乗せるだけ。みんな何のお寿司が食べたいっちょ？ドキンちゃんはイクラのお寿司が食べたいな。くー、贅沢もんだっちょ。でも江戸前寿司職人ゲラチョ様に作れないものはないっちょ。イクラはこの型を使うっちょ。この型の中に赤色の粘土をぎゅうぎゅう入れて形を作るっちょ。できたらそーっと剥がして、イクラの出来上がりっちょ。このイクラをシャリの周りに海苔をよいしょっとくるっと巻いたものに豪快に乗せていくっちょ。ゲラチョ特製イクラの軍艦巻きの完成だっちょ。醤油を入れて、ぜひ食べてくれっちょ。いただきまーす。もぐもぐ、もぐもぐ。はぁ、とっても美味しかった。ゲラチョありがとう。てあんでい、まだまだ美味しいお寿司を握るぜ。次はどのお寿司が食べたいっちょ？はーい。僕、卵が食べたい。卵か。いいっちょ。卵は寿司職人の技の見せ所だっちょ。卵は、この型に黄色い粘土を入れて、ローラーでくるくる伸ばしていくっちょ。伸ばしたら、そーっと型から取り出して、ハサミで半分に切るっちょ。半分に切ったら、シャリの上に乗せて、海苔でくるっと巻けば、ゲラチョ特製卵の出来上がりだっちょ。うわぁ、とっても美味しそう。いただきまーす。もぐもぐ。むしゃむしゃ。はぁ、美味しかった。喜んでもらえて何よりだぜ。次、何か食べたい人いるっちょ？私、サーモンのお寿司大好き。サーモンか。油の乗ったサーモンは美味しいっちょ。サーモンを作るには、まず、赤い粘土と黄色い粘土を混ぜ混ぜするっちょ。混ぜ混ぜしてサーモンの色になってきたら、今度はこの型に入れていくっちょ。キューッと型に入れたら、ゆっくり型から取り外し、サーモンの出来上がりだっちょ。これをシャリの上に乗せて、サーモンの握り、えい、お待ち。うわー、とっても美味しそう。醤油をつけて、召し上がれ。うわー、最高に美味しかった。ゲラチョありがとう。てやんでい、あったりめでい。
卵の中のどれか一つだけにお子玉が隠れているよ。どの卵の中に隠れているか、みんなわかるかな？正解は、白の隠れたまの中に徳丸が隠れていたよ。白の隠れたまを選んだ人、大正解！おめでとう！アソブームの動画は面白かったかな？他にも面白い動画がたくさんあるから、ここのチャンネル登録というボタンを押して、チャンネル登録をして、楽しい動画たくさん見てね。動画の右上にあるこのマーク。このマークをポチッと押すと、楽しい他の動画を見ることができるよ。ぜひぜひチャンネル登録をして、他の楽しい動画もたくさん見てね。アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。ココタマの動画もたくさん用意してあるよ。